何度取られようとも絶対に諦めない。さあチャンスだ、つかめ、つかめ後藤弘樹。誰よりもこのベルトにこだわる男が王座を奪還。ネバー無差別級王者後藤弘樹。次井口浩太指名させてもらいますよ。その後藤が次の挑戦者に指名したのは、今年の G1 クライマックスで格を取ったゴールデンスター井口浩太。だが井口は SNS で後藤の対戦要求に反応。その答えは却下却下却下。このまさかの拒否に対し後藤は、そして王者は予期せぬ行動に出た。次のネバー無差別級タイトルマッチ諦めるよ。次何かあった時はその時でいい。次頼むよ。ちょっと待って、ちょっと後藤さん、ちょっと待ってください。なんで諦めるの。やりましょう、やりましょう。決まりだな、やろうぜ。押してダメなら引いてみろ。諦めなければ道は開ける。罠、後藤さんの罠じゃないですか。罠にかかる。まあ実際はねやりたかったですからね。だってこれしかもうないですよ、どうも出れるチャンスが。勝てば来年 1.4 東京ドームも見えてくるこの一戦。次井口浩太、 G1 の借りを返すとともにこのネバーの力を証明しよう。ネバー無差別級選手権試合、挑戦者井口浩太 VS 王者後藤弘樹。